お元気ですか、ボクシミです。今回は、焼きとうもろこしラーメンをね、食べていきます。久しぶりのねカップラーメン試食動画でございます。では早速ねお湯を入れて5分待ちたいと思います。はい、5分経ちました。それでは早速食べていきたいと思います。まずねこれ蓋の上でね温めてくださいって書いてましたのでね、温めてきました。で早速ね、食べますけどね、まずこの蓋をね開けないことにはね食べれませんからね。ごめんなさいね。早速ね開けていきたいと思います。慎重にね、前にね湯気が上がってね曇ってしまったってことがあったのでね、今回はね、慎重にね、開けました。それではねいきます。まずはですねこちらの、ね液体スープでございます。まずこちらをね開けたいと思います。で続きましてですね、こちらの後入れ粉末スープでございます。こちらもねで入れたいと思います。でこれをねちょっとねまあこの色がねスープの色が変わるまでちょっとかき混ぜて、で最後にこのね、調味油、こちらもね入れていきたいと思います。でこんな感じでね、よろしいでしょうかね。あ、最初にねお湯を入れる前にね鍵屋くんもね入れてきました。ではねちょっとかき混ぜて食べていきたいと思います。それではいただきます。まずスープからいただきたいと思います。うん、やっぱりね最初に来るのはバターの香りがプラーンと来るんですね。その後ね味噌の香りと甘みが来ますね。ではね麺の方がねいただきたいと思います。で麺の方ね、バターとね味噌がね絡み合ってね、結構ねいいお味でございます。でもう一口ね食べていきたいと思います。ちょっとこれねこの麺のねちょっとこれだけね一応食べていきたいと思います。ほっとごめんなさい。やっぱりバターがね、バターの香りがね、主張してきます。でこちらのね、カップラーメンですね、新千歳空港の限定メニューでございます。で私もね地元でございますから、なかなかね新千歳空港に行くっていう機会がなかなかなくてね、食べることがないんですけどね、もしね行けたらね本当のね、この焼きとうもろこしラーメンもね食べていきたいと思います。もしよかったらですねこちらのね、焼きとうもろこしラーメン味噌バター味のねカップラーメンもね購入して食べてみてはいかがでしょうか。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。